はい、皆さんこんにちは、市民数の書です。今回は高校入試の問題、正解率 0.7% の問題です。今回はこの三角形の面積を求めていきます。それではやっていきましょう。ですけど補助線を引いていきます。この時にここを延長した形ですね。ここを G とします。この四角形 BDGC は等脚台形になります。結構これは使えるテクニックなのでぜひ覚えてください。平行の時ね。その次に GD を求めたいんですけど、 AC の長さが分かれば GD の長さが分かります。なので、はい、中心とっている三角形なので90度だということが分かります。ってことはここも平行なので90度、これ平行なので90度だということが分かります。三角形 AEC は2センチと3センチで三辺の定理を求めることができます。そうすると AC の長さがルート13センチだということが分かるんですね。そしたらその次なんですけど、ここは対頂角、また AG というのは円周角の定理より ACG と ADG の角が同じだということが分かります。ということは ACE と三角形 GDE は相似の関係だということが分かります。相乗関係ということは比例式で求めたいので、はい、こういった形で EC 対 AC は ED 対 GD という形で比例式が作れます。そうすると X は GD が3分のルート13センチということが分かりました。この時に等脚台形はこことここが長さ一緒だということが分かるので、こっちも3分のルート13センチだということが分かります。そうするとここも中心通っているので、この三角形なんですけど円周角で、まあ、タレスの定理より直角だということが分かるので全体の三角形が分かります。ではこの全体の三角形なんですけど、底辺×高さ ×2 分の1形なので6分の13平方センチメートルということが分かります。その次に AF と FB なんですけど、三角形 AEF と三角形 ADB が相似の関係なので2対1ってことが分かってます。ってことはここも2対1の関係になりますので、全体の三角形っていうのが、まあ、高さ共通したときに3っていう面積になります。そのうちの1なので3分の1の大きさっていうことが分かるので、この面積から3分の1かけたらいいって形です。なので6分の13かける3分の1ってことは18分の13平方センチメートルが正解となります。で今回の問題ですけど、等脚台形が分かれば簡単にできるような問題でした。なのでもしもこの図形が補助線書いてたらもう少しパーセンテージは高かったと思います。そういった形で今回の問題が面白かったらグッドボタンと、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではね、バイバイ、じゃあね。